キャサリン・オブ・バロは、キャサリン・オブ・バロは、キャサリン・オブ・バロは、1401年10月27日から1437年1月3日、は、ランカスター朝のイングランド王ヘンリー5世の王妃で、ヘンリー6世の母、チューダー朝の子祖ヘンリー7世の祖母。フランス名は、カトリーヌ・ド・バロワ、キャサリン・デ・バロワ、または、カトリーヌ・ド・フランス、キャサリニ・ド・フランス。フランスオシャルル6世と、 王妃イザボード・バビエールの末娘。姉に、イングランド王・リチャードに世妃及び、オルレアン公、シャルル妃、イザベル、イザベラ、ブルターニュ公ジャンも正妃、ジャンヌ、ブルゴーニュ公フィリップ三世妃、ミシェル、兄に、ギュエン公、ルイ、トゥーレーヌ公ジャン、弟に、フランス王・シャルル七世がいる。たびたび精神以上に陥る父と悪妻と名高い、母の間で、キャサリンら、 幼い王子や王女はまともに育てられなかった。母が宮廷費を使い込むため、王子王女らは一色にも事書き、宮場を見兼ねた宮廷官により、北フランスのポワシーにある修道院に預けられるほどであった。キャサリンとヘンリー5世の結婚は、ヘンリー4世在位時の1408年から持ち出されていた。しかし、キャサリンの姉イザベルが命からがら、 フランスへ逃げ帰ってくるような目に遭っていため、フランス側が強く反発していた。交渉は、ヘンリー5世が即位してからも続けられ、内乱状態のフランスで争うアルマニャック派と、ブルゴーニュ派からそれぞれ、ヘンリー5世の援助を救る死者が派遣された。見返りとしてアルマニャック派はキャサリンを、ウルゴーニュ派は、同盟のキャサリン、カトリーヌ、ウルゴーニュャン一世の五条王妃に差し出す条件を、 巨ョが、ヘンリー五世が、フランス王位継承権を要求して、話は決まらず、最終的に、英仏交渉は1415年3月に決裂、同年8月に、ヘンリー五世はフランスに上陸して百年戦争を再開、ノルマンディ征服活動を開始した。10月のアジャンクールの戦いで、イングランドが大勝すると、その戦果として、ヘンリー五世は改めて、 フランス王位継承権とキャサリンとの結婚を求めた。ヘンリー5世が次々と領土を拡大し、現在のフランスの半分に及ぶ領域を抑えると、フランス側は1420年5月のトロワ条約でこの屈辱的条件を飲んだ。同年6月に二人はトロワのサンジャン教会で結婚。翌1421年2月にイングランドへ渡りロンドンウェストミンスター寺院でも、 キャサリンの戴冠式を、虚構、二人は、イングランド国民から大歓迎された。フランスに残していたヘンリー五世の弟、クラレンス・コー・トマスが3月のボージェの戦いで戦死、動揺したフランス戦線を立て直すため、ヘンリー五世は、身をものキャサリンを残して6月に、フランスへ再遠征、イングランドに泊まったキャサリンは、ウィンザー城で、王子ヘンリー、後のヘンリー六世を出産した。 ヘンリー五世との結婚生活は短かったが、キャサリンは夫に愛され幸福な生活を送った。1422年8月、ヘンリー五世は、もう法医戦でかかった赤痢で亡くなり、結婚から2年余りでキャサリンは、未亡人となった。王太郷キャサリンは、9月の議会開会式には、幼児のヘンリー六世を膝に着、出席、1430年頃まで息子を補佐したと、されるが、 以後政治の実権は握らずにへ移った。一方で、自分付きの秘書官、応援チューダーと通じるようになり、応援との間に、エドマンド、ジャスパーら三男一女を設けた。エドマンドの息子ヘンリーが、後のヘンリー七世である。応援との関係が、世間に知られると、応援は投獄され、後に脱走。子供たちと引き離されたキャサリンは、ロンドンの南隣サザークのバーマンジー総員に、 幽兵され、1437年1月3日に35歳で、病没した。不遇な境遇に追いやられた心痛が死因とされる。維持の内年長のエドマンドとジャスパーは、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールの妹に委ねられて養育され、長時て、イフ・ケイであるヘンリー六世に引き立てられ、それぞれ、リッチモンド博とペンブルック博に助せられた。のの応援は、 修道院で養育され、僧侶になった。中世イングランドの最高潮と言われている、ヘンリー5世とキャサリンとの結婚は、結果的には、ランカスターさ、さらには、抗議のプランタジネット長断絶への布石となったとも、言える。この結婚の結果、シャルル6世の狂気の遺伝子が、ヘンリー5世とキャサリンの子ヘンリー6世にもたらされたと、推測できるからである。 百年戦争に敗れたイングランドでは、王権の失墜とヘンリー六世の精神異常が、原因でランカスター・アサトヨーク長が、相争うバラ戦争が勃発したが、この戦争の結果、両王朝は滅亡して、プランタジネット家団系は断絶し、女系の継承権によりチューダー朝が開始された。バラ戦争の最終的な勝利者であるヘンリー七世は、団系では、 エドワード一世に滅ぼされたウェールズ大公の末裔である。ヘンリー七世は、ヘンリー五世の征服で最高潮に達した、ウィリアム一世、征服王以来の大陸との連合国家構想を捨て、アーサー王以来のブリテン島回帰主義を取った。また、チューダー朝の総氏が、イングランド史における中世の終わり、金の始まりとも言われている。従って、 キャサリンの二度の結婚がイングランド史における中世から近世へのターニングポイントになったとも言えよう。ヘンリー5世との間に一難を設けた。応援チューダーとの間に三死、または四死、三難一乗を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。